皆様こんにちは。オートデスクで、えー、オートデスク、オートキャド製品のプロモーション、宣伝広告、また価格のキャンペーンなどを担当しております笠原と申します。よろしくお願いいたします。今日は土曜日にもかかわらずあの終日お時間いただきましてありがとうございます。もう皆さんだんだん疲れてきてるのかなと思いますが、あの最後ですのであの5分少々お付き合いください。 で先ほどの戸田さんのセッションでちょっと聞き捨てならないオートキャド製品でなくてもいいのかななんていうのがちらっと聞こえまして <laughs> 急遽5分ほどお時間をいただきましたと <laughs> いうのはあの冗談です,すいません戸田さん <laughs> いやちょっと半分冗談じゃないんですけれども <laughs>。 実はですね、あの今週水曜日、あの九月七日付でオートキャド製品のあのちょっと大々的な価格改定を行いまして、以前よりもだいぶお買い求めやすくなりましたので、あのここでアナウンスさせていただきたいと思います。えー、どれぐらい下がったのかと言いますと、多分一番気になるところだと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と純粋なオートキャド で大体42%ほど価格を下げておりまして、オートキャド LT に関しましては33%ほど価格を大幅に下げましたで。今回の価格変更の特徴なんですけれども、えー、ご覧いただきます通り、えっとおこりこ、ね、これまで、えっと、業種別に、えー、いろいろ製品 ラインナップ揃えておりまして価格がすべてバラバラだったんですけれどもここを同一価格に統一をさせていただきましたこれまで,ですね例えばオートキャドのメカニカルを使いたいけれどもちょっと価格が高価格だったので汎用的なオートキャドにしていましたですとかというお客様は結構多かったと思うんですけれどもそういったあの価格のバリアをなしにバリアフリーにさせていただきまして純粋に機能で選んでいただけるようにいたしました。業界全体でもです、ね キャドの製品結構増えておりまして、えー、それと、まあ、な,あのになんとかあの比較いただけるような価格まであの下ろさせていただいたかと思いますさら、えー、にですね実は先ほどあののあの挙手いただいたので破格したんですけれども皆さん2014以前を結構皆さん使っていらっしゃる。 とということでそういった古い、えー、とライセンスをお使いの方は10月21日までの限定ではあるんですけれども、えー、と3年契約の、えー、とサブスクリプションをご契約いただくとさらにここから50%オフという、えー、価格のキャンペーンを実施していますちょっと大体の価格感をあの把握していただくのにサンプルで出しますと。 画面が割れてしまいますいしまあこれまでオートキャド LT のサンプルですね、3年のサブスクリプションで17万1000円だったのが、今回の新しい価格改定によって、3年が10万8000円に、さらにそのキャンペーン50、50%オフのキャンペーンをご利用いただきますと、5万4000円、3年間でえっとあの5万4000円、1年間あたり大体1万8000円ですね。 の計算になりますであの旧ライセンスをお使いの方はあのシリアル番号をご提示いただくとこういったキャンペーンをご利用いただくことができますでご提示いただいた、えっと、旧,旧ライセンスはそのままご使用いただけますので特にあの使用を停止いただくことなくこういった価格であの新最新版をご利用いただけますのでぜひこの機会にご利用いただければと思いますで1つだけちょっと注意点といいますかがございまして えっと実は弊社のライセンス体系が今年の2月付けで、過去の永久ライセンスと弊社では呼んでいるんですけれども、買い取り型、一度買うとそれを永続的に使えるというライセンスから、年間ですとかの更新型、サブスクリプションモデルというものに変わっておりますので、3年契約、2年契約、1年契約、短いものですと1ヶ月契約からございますので、そういった更新型のライセンスだということだけご留意ください。 こういったライセンスモデルが変わったということをご存知な方いらっしゃいますでしょうか？あ、ありがとうございます。3分ぐらいですね。えっと今年の2月時点でこのように変わっております。で、また、サブスクリプションライセンスはインターネット接続というのが基本的には必要になってきます。 ただ、えっと、マルチユーザーライセンスという複数人で一つの,ライ,あのライセンスをシェアするタイプのライセンスはインターネット接続不要ですのであのいろいろご提案もできるかと思いますのでぜひあの販売代理店へお問い合わせいただくか、えっと、こちらにです、ね、弊社の方で窓口を設けておりますので。 ぜひですね。今回の価格改定に伴ってお見積もり等あのご要望ございましたら、ぜひこちらに記載のあります。お電話番号にあの是非お問い合わせいただければと思います。後ほどちょっと大木さんの方にこのチラシで掲載いただいたりできますかね？ちょっとあのあの番号、今控えていただくか、後ほどウェブサイトの方でご確認いただければと思います。 これから多分、人事異動、組織変更などでまあ10月の時期、新しいライセンスが必要になる方もあの多いと思いますし、それからこれから来年度の予算申請される企業様も多いと思いますので、ぜひこういったあの価格改定のですとか、キャンペーンをご利用いただければと思います。すまませんあのお時間ありがとうございました